防衛省統合幕僚幹部のツイートをご紹介。昨日、日本海及び東シナ海において領空侵犯の恐れがあったため、空自北部航空方面隊等の戦闘機が緊急発進し、対応しました。防衛省、自衛隊は引き続き我が国の領域と国民の皆様の平和な暮らしを守るため、24時間365日、対応に万全を期していきます。このツイートに寄せられているリプライもご紹介いたします。一つ、領空侵犯対策お疲れ様でございます。危険極まる任務に携わる隊員、皆様に心より感謝申し上げます。何かと制限の多い中でも、日本の平和のためご尽力くださり、本当にありがとうございます。二つ、連日のスクランブルお疲れ様です。皆様のおかげで、我々国民は日々安心して、日常生活を過ごすことができます。本当にありがとうございます。これからも体調にはお気をつけて、国防をよろしくお願いいたします。三つ、空自各航空方面隊員の皆様領空、侵犯措置対応誠にお疲れ様です。スクランブル対応に携わるすべての隊員の皆様に、心より感謝と敬意申し上げます。ご安全に。4つ、お疲れ様です。日本海側にイージス・アシュアをずらっと並べれば良いと思います。毎年5兆円アメリカに払ってるんだから、早期に配備できるでしょう。北海道から九州西岸一帯ハリネズミのようにやってしまえば、スクランブルは減ると思います。河野さん、なんで辞めたのか知りませんけど。5つ、ご苦労様です。師走で何かと気ぜわしくなりますが、どうかお気をつけて、引き続きどうかよろしくお願いいたします。1日も早く、他国の領空や領海を侵す者への国際標準な対応が自衛隊にも可能になる日を心待ちにしています。以上、ご視聴の皆様からの感想もコメントよりお聞かせください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。